とりあえずはまた。ご視聴ありがとうございます。ケイチンです。始まりました。第19回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回のハレルヤコンバットはマジックリーグに挑戦したいと思います。というわけでマジックリーグに詳しい方に来ていただきました。その方がこちら。はい、ハレルヤの方で、ジャッジの方させていただいております、大隅です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。マジックリーグの方なんですけども、毎月で区切られているイベントになってまして、当店の場合ですとコンティニアスシールド、いわゆるあのパックを追加しながらやっていただくシールドになります。で、そのシールドのデッキはこちらの箱の方に収めていただいて、お店で、店の方で預からせていただいているという形になります。ご来店していただくたびにそのデッキ受け取っていただいて、他のリーグ戦の参加者と対戦はしていただくという形になっております。3パックだけで始めれて、しかもお店に手ぶらでこれ来て勝負ができちゃうっていう。そうですね、そんな感じで気楽に遊んでいただくっていう形になってます。ということで、はい、早速やってみますか。そうですね、開封して、どれぐらいのものが出るかね、やってみてくださいちょっと怖いな、ちょっと言えないですよね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。はい、そうです。さあ何が出るか。これ旅して何も使わないわね。何か当たりしたいとこですけど。なんか私はどちらかというと若干海賊が多かったのかな、教習とか。そうですね、ケチの方デッキがすごく綺麗にまとまってるんで大丈夫そうだな。私はなんか、安心していける感じになってきた気がする。はい、じゃあ、おお、じゃあ、先手いただきます。はい、チェックします。お願いします。こちらです。オッケー、やります。またゲームができそうですかね、今の。はい、はい、お互い先手です。じゃあ、先手で、はい、で、こちらも上ですね。はい、お願いします。ラウンドエンドです。おしまいです。セットラウンドエンド。はい、ドラウンド3まで、はい、エンド。わあ、トップ。そして次のターン。次のターン。はい、あと、ドロ。で、1点失って1点エンドです。さあ、引けるか。さて、とりあえずアタック出てますかね。はい。何点？2点。さあ、こちら、スパイス。はい、ドローもらいます。はい、アンタッパー、キープのドロー。じゃあ、アタック、はい、はい、じゃあ、4点ですか。4点。15。15。エンドです。こっちが、おぉ。2点。17。します。ブロックされません。出てた時に他のクリーチャー、クリーチャーを1点とかします。はい、終わりです。アタック、キープ、ドロッ。アタックで、これをタップしました。4点、11です。11。問題なのは、ここから当て、とりあえずはまた。されて大惨事になりました。で、もう一度こちらをさせて、はい、これで終わります。はい、ターンもらいます。アンタッパーキープのトロ、まあ、そこだから
はい、じゃあ2点入れます。はい、9まったさあ、お互いどちら止まってって大丈夫ですか。どうぞ、はい、いやでも3はちょっと止まりすぎですね。いきましょうか。はい、インチャートされたクリーチャーはプラニプラニの修正を受けた上でハンコを持ちます。ハンコンだ、はい、で攻撃します。はい、4点、4点、こちらが13になってそちらも13と、はい、終わりです。はい、ターンもらいます。3タップキープ、ドロー、3マナカットラス出してエンドします。つけれなかった。こちらが先に土地を引いたので、はい。5枚目の土地を引いたはいいんですが、手札がねっていう。そんなに重いんですか。あ、違う色？その通り。一色色が足りておりませんという状況なんですが、じゃあ、はい、引いたのは。でブロックしたい。まずは順番を決めます。はい、こういう風ですね。はい、で、ブロッククリーチャーが指定された後に、ブロの中身でこちらをバランスしたいです。はい。で、ダウンと。はい。じゃあ、4点でされるだけ。17ですね。はい。これです。ターンもらいます。はい。ドロー。まあ、もう一回これで1点、はい、15です。こちらが14ですね。4、16で、エンド、はい、困った。まさか止まるとはマジックのある意味最大の敵というか、結構いた方がいいですね。まだ通します。じゃあこちらが20に戻ってそちらが10 10ですね、はい、はい。カラムので白を出します。はい、ここで土地がめくれることをお祈りなんですが、お探検します。探検で土地はめくれたけど、それは島であるという。島である。白マナをくださいよっていうね。うん、はい、しゃがない。で、土地を置いて終わりです。はい、カンもらいます。だろ、あー、でも白、でも白、まあまあまあ、まあ、まあ、2マナで装備、はい、2マナで、はい、で、エンド攻撃するとプラス2、プラス0、はい、4点支払うと破壊、破壊不能。こちらで相打ちを取れたらいいなという、警戒でアタックですね。警戒でアタック、はい、しょうがないな。はい、じゃあブロックされました。じゃあそのまま配置です。はい、よいしょ。おー、はい、はい、これは飛行を持っていて、うん、これが墓地にあるときに、吸血鬼を3体タップするとこれを手札に戻ってきます。で、44ですか。はい、で、終わりです。いやー、もうきつい。アップアップアップキープのドロー出します。はい、それで、はい、海賊がなくても戻せます？いいよ。うん、はい、こっちから海賊カード1枚を手札に戻す。この呪文、なかなかに面白いことに対象を取ってませんので戻す、うん、唱えることができますね、うん、で海賊がなくても唱えれて、うん、で恐竜と、吸血鬼と恐竜と魔法庫についても墓地にあれば1枚ずつ戻すので、吸血鬼がいます、恐竜がいますって取りました。はい、で、エンド、はい、だからこの状況と2体とも攻撃していいですかね。私はもうあまりしたくないんですけど、どうしようか、ちょっと待って、うん、そうですね、ブロックをします、はい、で、4点こちらがいて24。やばい。ちょっとおしまいです。おっと、アタッパーキープ。6マナって何もできないということはっていう。ということは、はい、まあ5マナ来ました。3マナで、
え、はい、で、23でそちらが11で、はい、5、6ですからねっていうとりあえず、はい、もうこれいいですかね。ちょ、はい、ちょこれで相打ちになりました、はい、あで4点受けて4点そちらがこれ、こちらが27になってそちらが7でという状況、はい、はい、終わりです。はい、ターンもらいます。アンタップ、アップキープのドロ、はい、同じ出して、はい、つけま す, いいです、はい、でも、あ、いや、つけてもまあ、飛行じゃないんだよな、どうしようかな、飛行じゃないから、飛行じゃないからこっちの方がいいか。はい、ようやく念願の白罠を手に入れたというところなんですが、あー、はい、いやー、3水曜白罠が出たのをいいことに、はい、豪華さんを出して、うん、終わりです。それは警戒とハンコを持ってます。でタップして7点のライフを支払うと落ちてないパーマネントを破壊します。で、それはこちらのターンじゃないと使えないです。なるほど、了解です。さあ、もらいます。アップキードロッ。お、飛行が通せません。はい、ダメです。いやー、難しいですね。シールドだとね、カード枚数がもうちょっとあれば、うん、作れるんで、まあ、最初のうちはこんな感じでカードが足りないかもしれないですけど、何回か繰り返してもらえるとリーグ戦っていうのは、うんうん、どんどんパッと出ますので、ね、確かになんかこうやってて、ああもうちょっと増やしたいなってなりましたね。そうですよね、なんかカードが足りなくてもどかしい、うん、この弱いカードじゃなくてもうちょっと強いカードだなっていうのに、ね、ありますね。面白い。はい、というわけでお送りいたしました。ハレルヤコンバット、いかがでしたでしょうか。継続的にやってもらうシールドなので、うんうんうん、都でのルールですと、3回負けてしまうたびに、1パック追加できるような形にもなってますので、うん、ぜひどうぞ対戦していただければと思います。はい、やっぱちょっとパックをね、追加したくなりましたよね。そうですね、カードに制限はどうしても加わってしまうんですけども、うん、その必要なカードを手に入れるためにパックをどんどん見ていただくっていうことを楽しんでいただければと思います。はい、皆さんぜひ挑戦してみてください。そしてハレルヤチャンネルからの告知となります。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めて、ハレルヤコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、どんどん登録していただければと思います。というわけで今回はここまでになります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。